あ、んで、ちょっと今度企画で、これやりたいなと思って、これ。この奇行術。これ、ツイッターにも書いたけど、奇猟術で不思議な効果ってあるけど、本当かなと思ってさ。で、特に俺がびっくりしたのは、スカイプや電話でも遠隔治療も行ってますって言ってさ、スカイプや電話で遠隔治療ができるんだったら、遠くにさ、念を送って、その念を操って、相手をさ、コントロールできるってことでしょ？すげえと思ったんだよ。で、これやらせだと思うじゃん。でもこの人ね、38年間やってんだって。同じ場所。だって、やらせだったらさ、1年も経たずに潰れてんじゃん。マッサージ60分、出張かって書かれる、これ。なんか不思議なんだよ。ちょっと、これさ、まあちょっと見せられんけど、まだ、値段がさ、なんで、ヒーリング霊感っていうのもあるんだけど、マッサージだけ60分で安すぎない？出張してマッサージ60分3500円で、普通、これが一番高いと思うんですけど、で、奇行術も4000円。相談は無料です。んで、この奇行術はすごいのは、原因不明の病気も治ると。いうところです。俺治してほしいんだけどさ、アトピーも治る、骨折や治療の後遺症も自律神経治る、蘇生はできるわけねえだろ。ザオリ、何が蘇生だよ。蘇生なんかできたら何だってできるだろ。ハゲにそういうのないと思うよ。ね、裏オプありますかって、あるわけねえじゃん。うなちゃまを蘇生しろって、もう溶けとるわ、溶けていなくなっとるわ、この世からも、言わせんな。よし、じゃあそろそろ私もですね、終わろうかな。